続いてはローラの休日です。週末におすすめしたいご飯をローラさんが作ります。今日はスパイスで体も温まるタジン鍋を使ったモロッコ風のミートボールです。おはよう、おいしいものを作るよ。今日はタジン鍋を使ってモロッコ風のミートボールだよ。まずはこのパクチーを切るよ。パクチーはエキゾチックな強い香りだから胃腸を整える働きもあってデトックスハーブとも呼ばれてるの。次はこのクミン。クミンは私は小さい頃からよく食べていて、お肉の臭みとかもなくしてくれるし、あと脂肪燃焼の効果があるって言われていて、もう本当に最高なスパイスなの。そしてよーし、えい。あー楽しい。かーねかーねかーねあとはまん丸にしていくよ。コロ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 っと丸めていきます。よし、コロ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 オリーブオイルとニンニクを入れて火にかけます。少し香りが立ってきたら、今回はまたこのクミンを入れます。パウダーにすると焦げちゃうから、このままがおすすめなの。うん、もういい香り。タジンは一時期すごくブームになったんだけど、もう奥にしまってあるんだろうなって思ったから、たまにはタジンってことにしたの。私もそうだったから中央にこの玉ねぎたちを集めたら、ポーン、ポポンポンポン、パンパンパンパパンパパンパン、いい感じ。蓋をして3分。おお、イエーイ、白くなった。すっごいいい香り。散らして、たまにはモロッコタジンの完成。いい香り。わあ、美味しそう。もう本当にモロッコに最高な美味しいレストランに来たみたい。やっぱりさっきのクミンがすごい効いてる。もう牛肉の旨味がブワーって広がってジューシー、本当香ばしく香って、もう最高に美味しいと思う。今日帰ったら作ろうかな。なんちゃって同じものを2品1日で作らないよ。じゃあなんで言ったんだろう。でも彩りも綺麗ですしね。カルベさんが相当前のめりでしたね。いやいやいや、もう
5個食べたいもん。5個5個で5個食べたんですね。パクチーとかクミンが入ってるところもおしゃれでいいですよね。宮司さん、パクチー鍋って眠ってるんですね。そうなんです。もう引っ張り出そうと思いましたので詳しいレシピ番組ホームページご覧ください。My name is Alice. And this is my story. The end of my story. Biohazard, the final.